私、皆さんが今集まっている理由になっている CDD を秘密交渉をやった天海さんが地元の市会議員やってますので石田といいます。大和市という市の町なんですけども、はっきり言ってめちゃくちゃ恥ずかしいです。だから何かできないかなということでこちらに伺いました。自分も何かできないかなということで地元の人にTPP のことを伝えようと思っていろいろ話していくんですが、はっきり言って TPP って何ですかとか、ほとんどの人が TPP のことを貿易の協定だって勘違いしています。これメディアがこぞって貿易の協定だってやったことが大きな問題だと思うんですが、だから僕は TPP の正式名称は環太平洋経済連携で一言も貿易なんて書いてないんだよ。26条あるうちたった2条しか貿易なんて書いてないんだよ。貿易の協定の文書はないんですよって言うとすごいびっくりします。そこからグローバル企業がこっち側に入ってきて、日本に入ってきて年収何兆円って企業です。そんな企業が入ってきて、しかも TPP っていう国内の法律よりも強い協定を武器にするので政府も何も政権交代して守れなくなるわけですね。その状況で好きなことやられたら市場独占される。だけどそのグローバル企業はタックスヘイブン、パナマ文書で有名になりました。このタックスヘイブンで日本に税金を払わない、市場を独占しておいて日本に税金を払わない、これ単純に考えたらすごい怖いことなんです。これ官僚の方にも政治家の方にも警察の方にも言いたい。この税金に食べている人全員に言いたい。こういった日本の税金がまともに集められなくなるような状態になって、多国籍企業からチップもらえる人はその中でもトップの人だけです。食い物にされる 99% の中に官僚で一生懸命したで働いている人、グローバル企業で一生懸命したで働いている人、警察で手足になって働いている人、こういう人も間違いなくターゲットにされる。ここをしっかりと念頭に入れていただきたいと思います。大きな声で申し訳ありません。自分も地域で何かやらなきゃいけないということで山田先生に12日に山田に来てもらって、一番政治家が嫌な自分の表現、地元で TPP のことで騒がれるっていうのが一番嫌だと思うんです。一番やらないことやってやろうってことで、この12日、11月の11日に一発やろうと思ってます。その前に4日に山田先生が先ほど言ってくれたように黒い服にネクタイで集まるってことなので、自分もそれに仲間を連れて参加したいと思います。